ということで、ご飯が終わったんですけど、僕一人になっちゃいました。現在がですね、およそ夜9時半ぐらいということで、ここからとりあえずね、夜12時ぐらいまで、また1時間に1問ね、出るということなんで、今からちょっと出る問題を対策していこうかなと。死んでいった者たちのためにもね、ここからね、頑張っていかないとなっていう。城之内くんが言ってたんですよ、遊戯王のね。遊戯くんが、デュエリストキングダム勝った後に、くじけてたんですよね、負けそうになって。お前は今までデュエリストキングダムで負けていったやつのためにも、やりきる責任があるやろって城之内くんが言ってたんで、それ頑張ります、ちょっと今から。クイズの時間です。はい。図形問題です。はい。X の角度を求めよう。はい。なるほど。うわ、急に高校数学じゃないこれ。分野で言うとこれは算数です。ああ、なるほど。うん。解けた。では答えをどうぞ。120度。正解でーす。よーし、よし。まず1問クリア。よし。おめでとうございます。そう思んないな、この企画一人で何やってんねん、ほんまそうそうですか。はい、はい、今日想定では今まで3、4人おる想定やから。まあ、そうじゃなかったってことや。そうじゃなかった。全部知ってるってのがきついんやって。1個でもミスったらやから想像より簡単でもちゃんと脱落するから。じゃあ、はい、問題です。はい。人間の肺を作っている無数の袋のことを何て言うでしょう、はい、なるほど。これ生き残れた。これ生き残れました。こちら肺胞と言います。正解です。よし、これは合ってるやろと思ったな。はい、はい、ということでちょうど半分ってことやんな。最初の車に乗れるかレースにおいて5問ぐらいやってるから、まあ、実質15問ぐらいはやったんかな。あとじゃあ12問、この2人で消化したら終わりってこと。だる俺モチベきつい、モチベきつい。みんなちょっと合流したいな。俺うまいことならへんのかな、やっぱ企画って。復活オブ敗者、敗者復活やろうぜ。ほんまちょっと頼むわ。やってか、やってくれ。もう戦いたい。戦ってないと俺マジで何やってんのってなってる今。だって今敗北って書いてもあんま嬉しくなかったもんなほらお前知らんかったやろ、俺知ってたでみたいなことできひんもん。あ、ゾンビや。はい、歯医者の皆さん入ってください。いや、お前ら歯医者すぎるやろ、顔が。あったきー、あったきー、あったきー。そうだ、めっちゃあったかい。おい、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 うわ、めっちゃ遊んだ景色ある。うわ、なんかやりやがってよ。お前、どこから来たお前いつの時代の人てか、豊中から来ました。マジかお前いつの時代の人なんか僕、さっきのノラさんから敗者復活戦やるって聞いたんですけど。いやでも、我がも込みで、じゃこれ8人でやろう、敗者復活戦やろう。それを見たい、それを見たい。ちなみに、ありがとうございます。ノラ初心、今回の敗者さん8人いるんですけど、復活人数何人ですかね。それ、それ決め、それな4人かな。おー、4人。おー、おー、半分、半分、全然ある。ないのに、ここ。寛大ですね、これも。どうせ増やしても、落としてるからって。すごい。三種類のクイズに挑戦してもらいます。おお、なるほど。で、脱落式で。はい、はい。で、最後まで残った4人が上行けるってこと。わあ、残りたい。なるほど。なるほど、なるほど。ファーストステージは2択クイズです。おお、おお、いや、まあ、そのベッドでんじゃ、こっち半分が A。こっち半分が B とかにしようかな、はい、うん、一応負け残りで。もう正解だけ2人が決まるまで2択をやっていきます。だからじゃあ4-4とかで分かれると2問目3問目があると。確かに、確かに、すぎるよ。まあだからこの瞬間天に恵まれてたっていう、それも含めて実力。そうですね、実力のうち高校生クイズですからね。はい、じゃあ、じゃあやりますか、デスゲームを。問題です、はい、田んぼの面積が大きいのは秋田県と新潟県どっち。まあ、まあ、A が秋田県、 B が新潟県。田んぼの面積ね、 A と B ね、うんげやな。
うんげーなーこれマジでごっちゃいわよこれちょっとどうやろう田んぼの面積どけ田んぼ終わるどけ終わるどけみんなやっつけいやだまあこっちかなさすがにこっちかないやちょっとえじゃあこっちもこれわっちゃう意思がなくていいですかこんないやでも全然あるよいやそうそういやみんな取って読んで飽きたって問題は全然あるうわぁ怖い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 飽きたよなちょっと待ってはいさすがにいやそんなな、リスクも取らずにないやいやいや、僕はただ正解してるだけ正解なんでノーリスクですじゃあ何人こっちなんですか新潟なんですかなんでじゃあでも言ったら来るからなそうだよ、でも俺は全然分かってないですこんなに行くよ、俺はだって、俺は日本の米の生産1位秋田県やからまあ、そうやけどガチであと20秒で切ります絶対こっちそんなこと言われたらちょっと俺 100% もう超自信あるこれ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1整理すると、もし新潟が正解だった場合はもう第一ステージこれで終わりです。こっちにいる6人が生き残り、はい、秋田が正解だった場合はこの2人が確定して残りの6人で残りの4枠で戦う。はい、はい、正解を発表します。はい、はい、正解は B 新潟県。わいんだもん。コシヒカリだよー。夢ピリカって知ってる？それ北海道。秋田が1310平方キロメートル。で新潟が1580。ああ、でももう終わりっすか俺らの。もう帰ってもらって。ということで敗者の2人さようなら。想像の5倍早く終わった。6問用意してた。後でやりたいな。あ、でもそれは第3ステージで決まらなかったら使うかもしれないです。今思ったら。なるほど。はい、バイバイ。セカンドステージはある動画を見てもらいます。一部分だけ徐々に変わっていってるんで、あ、気づいた人はいち早く電話に耳打ちしてください。はい、なるほどなるほどなるほど。それで早抜け方式でやっていきます。早抜け方式ね。一人脱落です。じゃあ残り一人になるまでこの問題の動画を永遠再生し続けるという。うわ、コンタクト外しちゃった。やべえ、俺目はあんまよくない。わ、俺もちょっとな、目悪くなったよ最近。もう言い訳すんなって。はい、先生眼鏡取ってきていいですか。ごめんごめんごめん、ほんまにごめんなさい。ダメです、ダメです。ちょっと車の中までダメです。じゃあもう始めようか。よし、始めよう。ちょっと、今回別に1位だろうが4位だろうがあんま変わんないっす。1位だろうが4位だろうが5位だろうが、やばい、どないめっちゃエグしてる。エグ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 。おい、絶対外出たくない。絶対外出たくない。これ見て、みんなこれ見て、これにならないように頑張ってください。行きまーす。緊張する。もうちょっと。はい、じゃあ行きまーす。問題です。やだ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 。これ誰がサムネ作ったんですか。俺のユーリー。確かにユーリーかも。はい、正解。すげえ。はい、正解。すごい。全然違うぞ。すごい。すごい。え、いや、これすごいな、やっぱ。すごい、びっくり。全然違ったね。ええ、ちょっと待って、ちょっと待って。え、待って、残り。ちょっと待って。え、ちょっと待って。え、ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。早く教えてください。え、
はい、いやでもめっちゃ細かい、うん、ほんまに絶対強靭、まあ、はい行きましょう、はい行こう行こう行こう、はい、行きまーす、はい、それを踏まえて、はい、やったはい、あっ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 あただマックめちゃくちゃ速かった。あれはワールドクラスの速さ。だって俺これ見ててもそうで帰る帰るもう速い。どうぞご達者でお前がな、お前がね、うわー悔しい。薄着やな、めっちゃ薄着。さあラストゲームを始めよう。まずじゃんけんしてもらいます。そう、あ、そう、そうなの。まずじゃんけんしてもらって、ね、で、勝った順にこっちから並んでください。最初はグー、じゃんけん、ふい。第3ステージは、5リーグ形式のクイズです。わー、なんかどこ、つまり5文字のクイズが出される。だから順番を無作為に決めました。やばい、あの普通に楽しくなってきた。今回は4人にするルールなので、5分の4正解で1ミスまでやります。ちょっと頭文字ちょっとね不安ですけどね。まあ、そういう意味で運もあります。さあ問題です。はい。要求を叶えるために労働者たちが団結して仕事や作業を放棄する行為で、2004年、はい、プロ野球でも行われたことを何という。はい、書けました。はい、書けました。こうやってこう…え、もうなんかやっぱさ、落ちるべきして落ちる人っているわけ。やっぱこの世の中なんでそんな早いのみんな。え、やばいやろ。ミサさんの方が結構やってますよ。あ、私やってる。やってるよ。プロ野球でも行われたことを何という。全ステージ1問で終わるって。あ、なんか知ってそうな。シーユーとかする。え、わかった。これで、ね、4人で1つの答えになってたらクリア。じゃあ、行きましょう。行きますかね。はい、せーの、ドン、ツ、ト、ラ、イ、ポ。あ、間違えた。間違えた。間違えた。ツ、ト、ラ、イ、ポ。え、答えはどうぞ。答えはストライク。2004年のプロ野球って多分弾けるね。ちょっと待って、4-1すぐなったやん。いや、これは多分、さっき作った中で一番簡単なんじゃない。そうか、一番簡単だよ。一番簡単だと思います。まあ、見てないけどね、もう見てないけどね。しかも、労働者とか言ってますもんね。言ってるわ。てか、多分もう、いや、知ってるって。じゃあ、俺の中では、ストライキーやじゃあ、聞いて書いて。なぜ後輩数しか残らない。あの、結局一緒なんですよ、じゃあ。結局やっぱ強いやつが残る。確かに、そうなると、確かに。ということで、残ったメンバーは、ミサ、スン、マコ、花尾でした。ありがとうございました。このメンバーが、復活。俺も。これとかはでも俺は2人以上間違えると思う。僕はそれだけちょっと問題くれません。確かあの最後の思い出は僕で、で最後のもだからだってこいつさあのさあの何があるって来てこれしかやってないんですよ。あの記念受験ね。記念受験。問題です。はい、耐久性、耐熱性などに優れ、建設資材など広く使用されていたが、階段の原因になるということで、問題になっている資材の。あ、ミサさん、わかる。俺、これ、ワンチャン2人以上知らんかなと思って。重なってた。じゃあ、この問題、せーの。あ、す、べ、す、お、はい、正解。まあもうじゃあやらけていきますか。こんな全員すいませんね、ほんとすいませんね。問題です。はい、人類初の宇宙飛行に成功し地球は青かったという名言を残した旧ソ連の宇宙飛行士は。これは全員正解するんじゃん。
と、三差し。おっと、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 いやいや、もうあの終わってんねん。おっと、おっと、おっと、やるけど、終わってんねん、もう。あの、余ったからやってんねん。やばい、息吹き返すわ。多分これ。まあ、めっちゃ上の名前有利だけど。はい、ということで、せーの。はい、が、あ、り。はい、すがーりん、残念。この問題が最初やったら、ミサさんが死んでた。誰だっけ、これ、ガガーリン。ユーリガガーリンですね。この未来もあった。確かに。この未来は安泰したよ。この未来もあった。だから今、いろんな世界線をただ見に行ってるだけの状態。問題でーす。はい。フランス語でケーキやお菓子を作る職人のことを何という？はい。いや、もうさすがに。これは、多分、これが一番簡単かもしれない。そうだね。はい。せーの。あ、で、い、し。はい、正解。楽しい、楽しいクイズ。クイズ楽しい。あの、何のプレッシャーがかかったらクイズ楽しい。問題でーす。はい。15世紀にスコットランドで発祥したとされ、そのリズメの試合展開から氷上のチェスと呼ばれる競技は何？はいはいはい、オッケー。これはでもワンチャン。はい。もうやっぱりな。やっぱりな。バカ、運悪かったな、お前。結構な確率、あの人死んでた可能性あるよ。あの人分かってないよ。いや、いきます。せーの。と。と。お。り。ん。ぐ。トーリング。はい、トーリング。あ、残念。答えはカーリングです。あー、はい、この世界線もあった。問題です。はい。商売などがうまくいかず、錆びれている様子を何が泣くという。はいはいはい。はい。商売やろ。いや、これ5分の3で、5分の3でこっちの世界線あってかもしれない。うわぁ、だからめちゃめちゃ。はい、ということで、せーの。ま、ん、やめろやろ、待て、ちょっと待て、まさかやん。ちょっと待て、迷信すぎるやん、これ。うわぁ、迷信すぎる。すごくない？だってひらがな50個あるうちで一番不適切なものを選んだ。以上、最初復活するのが大事なんですけど、頑張ってください。はい、はい、じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。すぐ有利やったな。わざわざ来てくれてありがとう。ちょっと本当にね、叩いてください、いっぱい。お疲れ様です。気をつけてね。お疲れ様です。じゃあね。正直俺このメンバーが残ると思わなかった。いや、そうだ。いや、お前は残るかなと思った。でも2択、俺ら結構2択さえクリアしてくれたら、まあ、そうですね、そういうのが残るかなと思って。じゃあ、勝者のビッシュを味わいますか。勝利のビッシュ。キンキンに冷えてやがる。思考能力落ちるね。あえてここは夜な夜なビール。生き残りカボーイ。ふぃーい。ふぃーい。くぅー。そんな美味しいと思ってないやろ、お前。いや、この雪で冷えてる。ああ、なるほど。今俺買ってる、これが気持ちいい。下が違う。さあ、来いや。みんなバトル来いや。問題の時間でーす、はい。いや、ほんま頼む、ミサちゃん、ちょっとほんまもうちょっと生きてほしい。この画面に映ることは簡単じゃねえんだよ。めちゃくちゃ怒るやん。妻に。妻だからこそ。妻だから。妻だからこそ。やったら家でやってくれ。夫婦喧嘩。じゃあ問題です。はい。サンゴやアサリなど当時の環境がわかる化石を何という？出た。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 ここに来てやっと王道問題出たぞ。これはほんまメサちゃんちょっと正解して。でもこれ理科でね。ルントンとキム、全員分かると思う。じゃあ発表します。はい、僕の回答は地層化石。はい、地層化石。地層化石。地層化石。標本化石。ありがとうございます。ありがとうございます。だったらマタドールか地震ランプかけ。あれ。そんな単語は存在しません。とりあえずミサちゃん門前払いされたみたいな感じだもん。めっちゃ切れてもハエを払うかのごとく切って。こうどの問題でも多分死んでると思うんですよ。マジで全員正解が少なすぎる。なんでやろ。さよならさよならさよなら。もうすぐ外ドリー。ほんまに最低やん。
庇護を受ける。庇護は、山井だれみたいなやつに比べる書いて、守るみたいな。まだれ、たぶんまだれです。ごめんに、響き。響き。響きでやすい。忌まわしい。忌まわしいに引く。でも忌まわしいが書かれへん。己で書いて、俺に心じゃん。これ多分無理っす。遮蔽する。遮蔽って、遮るみたいなやつやろ。はい。それはワンチャンで。兵がやばいっす。シャーバーだって、簡単なやつやろ。なんか違う気がするけど、こんな感じ。違う。すげえ。違う。その程度の回答でホワイトボード使う。知らねえぞ、おめえ。今だってマックは絶対俺合ってるやろみたいな感じ。今さ、そのギャップがおもろすぎたよ。俺は今確実に正解を書くぞ、お前ら見とけみたいなテンションで書いて。ホワイトボード書く手がめちゃくちゃ喜んでたからね、今。いや、ほんまに。くそ。問題の時間でーす。なに今寝てたのに。この空気感やな。ボー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 。問題でーす。はい。6% の食塩水 150g に 9% の食塩水を何 g 混ぜると 8% の食塩水になるでしょう。8%ね。はい。まあ、無理ですね。まあ無理ですね。300g。300g。300g。正解です。余計余計。やべちょっと焦ったな。問題の時間でーす。まず一瞬で来たな。ノラの声がでも元気になってる。清少納言の随筆枕草子第1弾では各季節の時間ごとの美について書かれています。春はあけぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は何。やばい。それは原文ですか。原文で現代訳でも意味が合ってたらよしとしましょう。なるほど。いや、これどっち書いたらいいと思う。僕はコメント欄の方を書きました。じゃあ俺もちょっとかっこいいとこ見せたろか。え、古文単語間違ってたら死んでやるよ。じゃあ行こう。はい。あれ、ディズニーこれカウントしたらこれまあまあ、じゃあ発表するか。いや、冬は朝勤めて。天眼さん。天眼くん。トシや。トシくん。やばい。私や、エッチの時間よ。やばい、これはやばいぞ。ほんまに。おい。回答発表のターンでお前気絶したぞ。セガさん、回答お願いします。せーの。何それ。朝ね。まあ一旦正解は、はい、勤めて。イエス。そうですよね。まあ、少なくとも僕らは、ありがとうございます。はい。訳は早朝。朝か。要はその、あけぼのとの差別感だったんですね。あけぼの夜明け頃、勤めてが夜明けから間もない早朝。あー、ちょっと部分的にやってるんで、ちょっと今から個々つながりの個々の問題を出すんで。おー、やめろって。それに正解できたらクリアということで。なるほど。いいよ。じゃあそれは、2人とも正解したら2人ともクリアする。会場2人でサドンでーす。頑張ー。じゃあ、いきますよ。いいですか。ほぼ、におうにある現代語にはない意味は何でしょう。これ、車の中で言ってたね。何だっけ。言いましたね。天眼くん、書けました。はい。やばい、もうこいつ罪人ですか、あなた。では、答えをどうぞ。美しく映える。インスタグラム。2人とも正解でーす。これは偉いですね。美しく映える。いや、もう寝るの早っ。もう寝るの早っ。こいつやばいぞ、この切り替え。はい、問題の時間でーす。
毎ターン目をつむって目を開けたら同じ景色、同じ時間、同じ光景。エンドレス。問題です、はい、明治時代に西洋の文化、技術などが入り制度や習慣が大きく変化した現象は何と言われているでしょう。簡単になったな。知ってるよ。あー、エンド知らなきゃないよ。マコン、やっぱりマコか。マコはやっぱりマコか。あ、わかった。来た、やばい。シナプス、言葉知ってる。この程度の。もうシナプス言葉知ってんじゃねえぞ、お前。この程度で。回答どうぞ。文明開化。あれ文明開化。あ、え、ああ、え、なるほどね。明治維新かと思った。明治維新。こっちだ。やばい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 。正解は文明開化です。うおー。で、マコは漢字を間違えています。ですよね。よし、とりあえずまあ、え、オッケー。一人は抜けですね。花はこれやばい。これ間違え方がダサいから一発でっていうか、山は…これはペンされる。だってひらがなで書けばよかったやん。これは、子供の時に、あ、花って書いちゃうから気をつけようって一回ミスってこっちになるパターンのやつよ。あと、これは…サドンです。さすがに皆さん、これ…うわ、早朝ボケですね。これは早朝ボケやな。あけぼのってだな。これ、あけぼけか、これ、さては。問題です。はい、次の英文を和訳してください。うわ、出た。 What a kind girl she is。 まあまあまあ、これ大丈夫でしょ。なんて優しい女の子なんだ。まあ、なんて彼女は優しいんだ。彼女はなんて親切な女の子なのでしょう。全員正解でーす。まあ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 、このジャブですよね。ちっさ。問題です。はい、700万年ほど前にアフリカに現れた最古の人類を何というでしょう。おお、俺もあれしか知らんけど、でも俺400万年前なんやな。俺の印象、いや、700万年前でやってます。では答えをどうぞ。ブン。アウストラロピテクス。エンジン。アウストラロピテクス。おお、正解はエンジンです。すげえ。アウストラロピテクスはエンジンかな。何十万年前という歩き方があったもんです。ということで、スンは生き残り。やった。危ねえ。わがと思うよ。さあ、デンマコの一騎打ち。火山のエネルギーを利用する発電方法なんというと。めちゃめちゃ優しい。地熱発電。同じ。正解です。えい。まあまあ、ちょっとじゃあ難しくします。はい。千円札の肖像にもなったことがある夏目漱石の代表作を3つ答えてください。あー、なるほどね。急に3つは確かにいいラインですね。いや、でもいける人はいけると思います。むずいか。はい、では回答をどうぞ。せーの。ドゥン。我が輩は猫だ、坊ちゃん、ココ。おぉ、うえー。我が輩は猫である、坊ちゃん。注文の多い料理である。およおよ。念願正解でしょうね。チャー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 。どれが間違いだと思われますか。それはお前、注文の多い料理店だよ。宮沢賢治じゃねんか。宮沢賢治さんの著作でございます。心ってさ、K 出てくるやつ。そう、 K です。 K は出てきたよ。 K です。 K 出てきたけど、心出てこいんだった。いや、レンダガンド生き残った。もう全然喋んないけど生き残った。虫の息です。サンクラ飲み方ピークはもう通りました。
今咲き誇る。ありがとう、まこ。お前と生き残った日々は忘れない。さらば友よまたこの場所で会おう。桜は散る道のちゃん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 。桜は散る道の上で。お前の意志は俺が引き継ぐ。ならない言葉をもう一度描いて赤色に迫る時間を置き忘れ去ればマジで彼はもう二度。これはでもスンは頑張ってくれてんねんで8人分でもここまで来たら俺ちょっと優勝圏内来たな、これついに。やうやう優勝圏内。バッハ。バッハ。バッハ。正解。おーい、よっしゃー。エトロフと。エトロフ。エトロフ。正解でーす。バイバーイ。ありがとうございます。これくらいがね、いいんですよ。問題の時間でーす。よし、そろそろ帰宅にかかるか。問題でーす。1836年に考案されたダニエル電池、この電池の電極として使われた2つの金属は亜鉛と銅です。ダニエル電池の負極側、正極側それぞれで起こっている反応式を書いてください。鑑定。いやー、これこれ、これ反反応式じゃないやな。半反応式ね。ここ一番きついな。わしの正念場やこれ。まあ、OK です。これでいいや。はい、大丈夫です。もういいよ、これで。はいはい。では、回答をお見せください。正極が亜鉛2プラスと2マイナス、負極が 2H2O プラスの2マイナスで、2OH マイナスと H2。 負極が亜鉛が亜鉛イオンに、正極が水素イオンが水素。負極が亜鉛で、正極は銅イオンが銅イオン。なるなぬ。やばい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 。そんな感じだよ。電源正解。あー、すごいな。これ多分ボルタの電池。あーもうだからさいやーそっちか。まあまあ、てことはまだまだ参る。まだ参るよ。まだ参る。サドンデスですね。そうですね。問題です。はい。植物の水蒸気や酸素、二酸化炭素の通り道となっている葉の表面にある余裕すぎる隙間のことを気孔と言います。なんやねん。この気孔を形成している2つの唇のような細胞を何というでしょう。出た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 。なるほど。レンガーさんがよく言ってるやつやろ。そんな言ってないけど。はい、はい。何？しゃ！知らんな。おっと。意外な。これ中学校のも理解やぞ。まあ俺は知ってるのはこの細胞だけしかないので、まあこれかな。では。いきますか。回答をオープン。せーの。ドン。後編細胞。後編細胞。あぶねえ。正解でーす。危ねえ。素直にくたばっとけ。危ねえ。いやー、うわ、もうマジでキモかった今の問題。やばい今の。何今の。さあさあ、今のさあ使い方でかいなこれ。さらに続きまして、出したい。気体と固体粒子が山から吹き出てくる火山噴火後に起きる現象といえば何でしょう。え、まあこれかな。さあ、ハノーさん。火山噴火後に起こる現象。僕が煽る番ですね。気体や気体や固体が溢れ出る。待てよ待てよ待てよ。でもまあちょっと選択肢をちょっともうちょっと加味しよう。抜け、漏れ、確認、ケアレスミス、要注意。
僕はあえて漢字わかるけどひらがなにってことは今ので言うとちょっと難しそうな漢字が入ってそうだということは多分これで合ってると思います。じゃあこれでいこう。いきます。せーのドン。火砕流。火砕流。まあまあまあ正解です。うっしゃー。まあまあまだ時間あるからね。はいはい。人間の肝臓の主な働きをまずい2つ答えてください。ああなるほど。まずいな。ちょっと待って、本当は多分いっぱいあるうちの2つなんだろうけど、多分まあ基本的に今パッと見た感じ習うのは3つ。これ例えば3つ書いたとしたら1つ外れてたらアウトってこと。まあどうかな。その2つ回答せよって言って3つ書くのアウトですからね。いや前、行こう。はい、せーの、ボン。グリコーゲンを蓄える。消化酵素を作る。エネルギーを蓄える。毒素を分解する。はい、すん、正解です。え、花尾さん。花尾は間違いです。消化酵素は作ってない。消化酵素は作ってない。で、単純は消化酵素ではない。あ、そうなんですね。単純って何なんですか。胆汁の中にリパーゼっていう脂肪酸とグリセリンを、はい、モノグリセリドを、はいはいはい、分解する消化酵素が含まれてるだけで、胆汁自体はただの黄褐色の液体なんだ。だからその中にリパーゼが含まれてるから消化酵素を作るは厳密に間違いない。なるほど。え、花さんはじゃあ胆汁は知ってたってことですね。胆汁は書いてたさ。胆汁を作るって書いてたし、胆汁、毒素のやつを書いとって、はい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 。で、どれ選ぼうかなってなった時に消化酵素って一番なんか広くとってそれがあってなんか毒を分解するのも、胆汁を作るのも、まず同じ広さな酵素の力かなってなって、あ、なるほど。じゃあちょっと幅広く取っとこうっていうので、酵素が選ばれた。はい、そして、気づいたら負けていた。うわぁ花さん、自分の知識を信じて、胆汁って書いてればよかった。この、細さが出てるような、この、広く書くっていう、それがあざとなこれマジで両方感じてるもん。皆さん荷物混ぜますか。悲しいよ。マジで俺鼻音一騎打ちかと思ってました。いや俺も神はそう言ってるからマジで俺ここはそういう感じかなって思ってました。おい声聞き読めよ動画の神。おい聞こえてんだろ動画の神。後編最後ドラゴンの時はマジで、おい夢見させてんじゃねえぞこれ。肝臓使えよ。このエネルギーを蓄えとけよ。そうですね、この悔しさのエネルギー蓄えとけよ。お前グリコーゲンとして、あと単純作っといてください。おい肝臓てめえ許され。じゃあな。もっと感謝してもいいっすよ。15大勝負。ごまんせんゲーム。朝ごはん行こう。朝ごはん。バンバン。朝ごはん行こう。いいよ。あーもうその違う。朝ごはんか。うん。いいよ。バンバン家なり。11代目から。11代目から。朝ごはん食べに行こう。やあ。あ、トポロジーが。トポロジーがトポロジーに。じゃあみたいな。こういうこと？あ、そういうことです。いいやん。ここに肉と。これ挟めってこと。めちゃくちゃうまそうなことするな。めちゃくちゃうまそうなことするな。すごいですよ、粋な計らいですよこれは。粋すぎるやろ。僕こうめちゃくちゃええな。じゃあ待ってる間にクイズの時間でーす、はい、いやこれだってここでさ間違えたらちょっといい。はい、問題でーす。はい、インテグラル。急にやば、彼ら残った人を急にもうこいつらには積分出してええやろ。急に0から6の3分の 5x で、カッコ x 引く5カッコ閉じるの4乗 dx。 なるほど、はい、わかりました。だるいや、別にできるけどだる。はい、できました。やっぱしおそらく当てるでしょ。絶対計算ミスこれ。マジで気をつけよう。これここで、はい、制限時間ってやったら俺勝てるんか。まあ、僕はまあ結構きついですまだ。こうやってくれってこと。そういうことですか。いただきます。うますぎ、これうますぎるわ。もう合ってる気せん、これ。できた。できた。
一方ですけど、ほんまにこの答えかって状態になってます。はい、答え出ました。はい、はい、ではオープンしますか。はい、せーの、はい、870マイナス870。もうすごいことやね。9 9 6。お幸せに。言わないし、あ、言わないかな。1 エッチの時間よ。夜の動画の神。おい、聞こえてんだろ、動画の神。玄関正解。よし、ミスったフライスター。いや、お前何その答え。マジか。ということで、なんか知らないですけど、今回は僕が優勝しました。なぜか。おめでとうございます。はい、いろいろね、この20時間ぐらいで紆余曲折ありましたが、ありましたが、実際昨日の12時開始だとしたら22時間です、現在。そうですね。いや、なんかメタ的にハノさんいないからマイナスかなとも思ったんですけど、計算ミスに。これ多分ね、解散前最後のお泊まり企画だったということになると思うんですけども、花尾によると年一で同窓会でこれやるやるとかなんとか答えてましたけど、けどもやるかどうかは今年の4月以降にならないとわからないということで、ぜひ皆さんコメント欄にていろいろ感想お待ちしております。ということで本日の花尾弁が以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。